ダニー・ホールは、セイシェルの政治家。同国の大統領、副大統領を歴任した。統一セイシェル所属。イギリスの保護領だったウガンダ西部のキレンベで、セイシェル人の両親のもとに生まれる。セイシェルで、初等、中等教育を終了後、キューバに留学し、政治学の学位を取得した。1985年、23歳で、セイシェル教育省に入り、 セーシェルユースサービスやセーシェルポリテクニックで講師を務めた。1998年に教育省に就任し、それ以来青少年、財務、通商産業、行政、情報通信技術などの大臣を歴任した。2006年、ジェームス・ミッシェル大統領から財務省に任命された。ホールの財務省在任中、セーシェルは国際通貨基金から勧告された一連の 経済改革を指導した。フォールは2008年10月から2013年10月の第一期改革を監督した。2010年7月1日以降は副大統領を兼務した。2016年9月27日、ミッシェル大統領は10月16日をもって辞任し、副大統領のフォールに権力を移譲すると表明した。この声明は総選挙で野党が 国会の過半数を制したのに合わせて発表された。ミッシェルには4年間の任期が残っていたが、これは一切ホールの任期とみなされる。ホールは2016年10月16日に就任した。2020年10月22日から24日にかけて執行されたセイシェル大統領選挙にて、野党候補のワベル・ラムカラワンに敗れ落選。これが初の野党候補による当選となった。 離婚歴がある、一男三女の父、ありがとうございます。